立憲民主党を見捨てられるトヨタローソーにトヨタやデンソー、アイシンなどで構成されている組合員36万人のトヨタローソーが立憲民主党を見捨てたことが明らかになりました。朝日新聞などによりますとこれまでトヨタローソーは立憲民主党を選挙で支援しておりましたが今後は愛知県選手の立憲民主党を 11人の議員のうち、岡本さん、重徳さん、大西さんだけを連携議員として残し、それ以外の議員については、これまでどおりの選挙支援を行わない方針です。まあ、この豊田ロースが立憲民主党を見捨てた原因でございますが、 立憲民主党と共産党との共闘ですとか、経済新政策の欠如、また、反原発などの非現実的な路線などが原因だと思われますが、次の衆院選、これまでの傾向ですと、投票率が低くなるものと思われますので、このようなロースなどの組織票がかなり効いてくるものと思われますが、 立憲民主党は現状、共産党との共闘によって、まあ、このように組織票を大量に失いつつあり、さらに次の衆院選の票読みが難しくなるものと思われます。まあ、その結果、共産党との共闘をさらに強化すれば、 さらに労組の離反を招くという悪循環に陥る可能性がございますが、立憲民主党には、今、残っている支持層向けにおかしな政策を連発した結果、まあ、このような元からいった残ってくださっていた支持層も、離反しているという事実がございますので、 まあ、ぜひとも現状の政策、公約について、現実的な形で見直しを進めていただき、政党が幅広く国民の支持、理解を得られず、先鋭化していっても、日本の政治の歴史を見ても、それがいい結果を 招くことはないということが証明されておりますので立憲民主党にはぜひとも現在の政策を抜本的に見直していただくようお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました